キャッツザハート、タイト。こいつはまあ、お決まりの挨拶的なもんだ。だが最近ではそのフレーズをするヒューマンすら少ないのが現実でもある。さあ、というわけで今回プレイするのはこの電車レッグを。山手線と書いたのが山手線は実は運転しないのさ。電車レッグさて、今回私がオペレーションするトレインは、実質に調子によって選択されたこの最強線だ。なぜ最強線を私がオペレーションするか、トゥルースというようなアンサーを答えるとすれば、この私が最強だからだ。さあ、私の力でこの世界に最速を届けるまで行くぞ。では出発進行。黙ってろてんちゃんじゃなくて誰だっけ。 OK, it's that time has come. Fight speed extreme descent。 さあ、ミッション開始だ。栄光に向かって走る者と闇に向かって走る者、新宿と大崎だ。カモンカモン、待って、動け動け、めっ、うわ、すっげー、初めてなんか、動けよ、はい、動け、はい、乗れ、動け、ムーブ、ムーブ、俺はマシンをコントロールするんだ、マシンにコントロールされるんじゃない、俺がこのマシンを、ヘブンズドアクローって、オールシステムグリーン、シグナルカンファブド、アクセラレーション、サルド、このゲームのルールを説明しようじゃないか。私はこのトレインをコントロールしている。そして向かうべき世界に向かう必要がある。向か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 する。ちょっとごめんね、コントロールが。今のは私のストーリーに邪念があったんだ。ハートに求めるものはな、最速を目指すというね、心意気だ。そう、うん、誰もが最速の方だ。ですだが、思いがなくては戦えない。スピードリミット95カンファウド、これはスピードリミット、速度制限だ。こいつを超えちまうとな、強制制限によってな、スピードが下がっちまう。 JR の機関での字がきっと何か高いのに違いないけどな。で、待って、一旦スローだしょ。うん、そら、スピードゾーンをキープして、もう少しアプローチングしてからスピードアップだ。 OK、 タイムトゥアクセラーション。この瞬間にアクセラーションすることでスピードゾーンをキープすることができるわけだ。そら、システムには従いつつ最速を目指す。で、75だろ、スピードミント。ここはブレーキングレベルを8にして、待って、これ下がるか。なんとかなった。 OK、 トリプルスターだな。で、今のところ75のスピードミントだ。正直1キロでもオーバーしたのが本音だが、1キロでもオーバーした瞬間、政府の連中が私のオペレーションに加入してくるわけだ。で、カモンカモン、さあ来い、さあ来い、解放だ、スピードにディム、カモン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 、アクセラレーション。待って、80だから、待って、 OK、 スピードゾーンにアドジャスト、アドジャスト、ここは調整だ、ここは微調整だ。俺の手がマスターコントローを握っている。俺の目が未来を見つめてる。全て俺の手だ。で、70のスピードリミットだから、大体、ちょっと待って、これ止まるか、これ止まるか、いや、さあ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 、くそくそ、これも連中が仕掛けたトラップなのか。冗談じゃねえ。この通りな、1キロでもオーバーしてしまうと政府から加入がちまう。このようにレッドワールドインフォメーション、こいつが政府機関の加入ってやつだ。俺を縛り付ける鎖でもある。セブンディ、今は耐えるべき時だ。そうだ、戦争も耐える連続だ。だから俺も耐えるんだ、耐えて、そして未来につなげるんだよ。ちなみにこの列車たちが渋谷駅だよな。渋谷といえば428、せっかく来たー、アクセラレーションよし、95キロのスピードでこの世界を支配する。この謎の海に満ちた鎖に縛る世界を私がリミットブレーキして解放する。これが私の勝手さ。さて、で、95のスピードリミットで今のところスピード上昇させて未来進んでいく。80のスピード、ここはするな、するな、するな、やむを得ないんだ。政府に支配されるんだったら自分の運転をしたい。そうだよな、うん。で、待ってな、スピードリミット80、 OK、 つまり80だから大体この辺りか。 OK、 この辺りのスピードゾーンをキープしよう。そういえばさ、渋谷駅ってさ、スクランブル交差点があったよな。スクランブル、くそくそ、待て、スピードリミット95だろ。 OK、 95かも、かも、いいか、け、おい、今誰か俺の領域に侵入しなかったか。これも邪魔、アクセラレーション、結果なら関係ない、ハッキングなら関係ない、スピードでぶち破るんだ。速さだね、待て待て、で、ストップゾーンが200ヤード、 OK、 200、おっと、待てよ、今こそオーバーランのチャンスじゃないかよ。そうだ、エクストリームオーバーラン、オライス、エナジーライドリングブラッドチャージ、いくぞ。どんなもんだ、これが私のエクストリームパワー、これが私の神プレーだ。ただ一応問題点待ってね、このバージョンの電車レゴはマックスオーバーランが 50m まで、つまり 50m を超えたオーバーランは、いや、待て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 、おつけん。ただこのバージョンの電車レゴは、おい、エクストリームオーバーラン見ちゃいなかったの
ろ。まあ要するにこの電車で後は 50m 以上オーバーできない、つまり過去作よりは暴走できない。まあやネクストシーケンス。ネクストエリアは渋谷トゥエビスだ。エビスといえば確かイルミネーションが綺麗で、私も心も体も綺麗になりたい。カモン、まあ、動け動け、誰もが最速の感じで踊る。早く今ね、ワイバスケル動くのか。おい、とにかく早く、まあ、とにかく一瞬の早く目的に最速になってんだよ。早く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 渋谷という恵比寿の区間は1区間、1区間しかないんだ。ショートでいいですね、ハッピーロードだと思ってる人間もいるかもしれないが、サイスケの体を目指す人間にとっては少ししか工夫できる余地がない。つまり小さなミステイクが大きなビッグカタストーリーにつながることもあるってことだ。それがショート区間の恐ろしさだな。まあ今のところ運命の因果力は問題なく進んでいる。全てが順調、100点満点のところだ。だからこそそれをいかにな崩壊させないかが重要。オッケー、8ハンドルってやるカンファブロ。今のところ95のスピードリミットがあるから一気に行きたかったんだけど、65のラスピードリミットが僕の運命を阻害する。オッケー、スローランコンプリート。よし、このところだろう。で、しばらくはここでチャージだ。てかさ、なんでワイパーついてんの？オフライン。じゃあ、なんでワイパーついてんだよ！ワイルドワイパー！あれか、まさか正義の連中が俺の車両をハッキングした、あるいは故障。もしかしたら今雨が降ってるのが俺の目に見えないだけで。で、スピードリミット95 OK。 さて、トレインアプローチング、そろそろ間もなく停車をしてちゃ OK。 どのあたりでブレーキングするかで OK。 ブレーキングシーケンスどうなって、てかちょっとまずくないか。やめろ どうやら後のフェスティバルだってことだな。俺は予知していた。だが止めることはできなかった。変えることはできなかった。この結末を。落ち着け、まだ次の区間が残ってる。頑張りましょうね。次の区間で正義を行使するんだ。どんなドラマにも始まりと終わりがある。そしてこの恵比寿大崎がラスト区間。さあ、エブリワン、ガリン、エブリワン、ガッツゴー、ガリン、ガリン、早く乗るんだ。急がなければこの世界は闇に収縮される。いや、分かってるさ、誰の心にも闇があるのは分かってる。だけどな、闇があるからさ、光があるんだよ。オライツ、戦闘プロテクションドアクローズド。オライツ、レディートゴー、違う、カバー、アクセレーション。レールの上に立っている以上、バトルの起きてから逃れることはできない。線路というのはワンデュート、一本道だからな。阻害分子は真っ向から立ち向かう。待って、ラチしてもない。分かったらさ、暗い世界には灯火が必要だ。もちろんな、光のあるところには闇がある、それは分かってる。だけど俺はその闇を利用して世界を救う。最終の限りだよ、かんねー。スルイトリンドだ、オッケー、セブンディーカバード。ここはどのあたりまで上げればいいからな。分かってさ、オッケー、スピードアップ。ここでスピードキープだ、分かってる。これ以上越すことはできない。俺、トリプルスターだが、スターがあろうともな、世界が透けるかどうかは全くの別問題。スターは確かにな、自分自身が輝くことはできるかもしれない。だけどこの世界が透けるか、最速の彼方を目指せるかどうかは全くのアナザープログレム。そうだ、輝いてるだけじゃ世界は救えない。しかしこの付近はセブンティーのスピードリミットがあるから、あまり暴走はできないな。これも定められたディスティニーだというのかよ。冗談じゃねえ。まあこういう時は移り変わるシティを見ようじゃないか。この移り変わるメトロポリタンシティよね。メトロポリタンこそ都会、置かない都会。そう、都会というのは人類の支配の象徴だから、俺はこの世界を支配する必要がある。そしてこの最強の名を持つ最強の車両、貴様見てるな。この戦いは見せ物だっちゅうのか。上等じゃねえか。オッケー、95のスピードリミット、解放も近い。スアプローチ、解放。うわマスターコントロールシステム、オールアドバンスアクセラレーション。今こそ最大火力でこの世界を支配する。オッケー、もっとスピードアップだ、もっとスピードアップだ。俺にスピードを感じた。今この道は私の道だ。誰にもこの道は譲らない。オッケー、もうアクセラレーション、もうスピード、もっと加速できるはずだ、もっとだ。うっせー、お前落ちたのか、三つ分ね。いや、そんなことをしてる余裕はない。で、スピードリミットが95だから、そろそろ分け、スピードゾーンキープだな。分かってるもんけど、この最速を目指す過程でな、人が死んではいけないんだ。で、95、今のところ運転は全てがグッド、上調だ。で、OK、200ティアで突破、13秒卒、全てがオールグリーン、異常なしだ。さて、この調子で75、待って、下がる、OK、スローダウン、スローダウン、スローダウン、OK、スローダウンシーケンスだな、OK。
一旦速度落とそうじゃないか。一旦速度落としてネックスのシークレット。はみやがってる人だ。全部コウタさんのせいだ。これ以上お前たちの思い通りになると思うな。45冗談じゃ。待ってこれ。え、待って、しかない。下がるか分かれ。ダウン、スローダウン、スローダウン、ダウン、スローダウン、下がれ。オッケー、危ない危ない危ない、オッケー。45、いやかなりのスローだな。こんなゆっくりと最速のカナダで 25! お前はカメさんか。待って、こんな下げる必要があるのか。ステーション、まあでもどうせ仕方ない。これも JR の連中が俺を落としてため仕組んだ罠だっつうことだ。 OK、 スローなんだ、スローなんだ。25だろ。しばらくはこのスローペースでターミナルポイントまで向かう必要がある。そして終着駅とやってきた。さてどこでブレーキングをすべきかだよね。落ち着け。オッケー、ここはエクセレントビューティフルストップを決めようじゃないか。さてと、ここはクールにブレーキングを決めたいところだな。ビューティフルショータイムナウだ。どこでブレーキングをするかによってディスティニーは破滅へにも希望へにも傾くわけだ。でストップポジションが800、どこでブレーキングをするかだね。ここはしっかり冷静に見分けていこうじゃないか。で上のライフゲージ、お前待って、ブレーキングシステムアクティベーション、こやがらし、黙ってろ。待って、ここでどうだ。ブロックストップ、ストップ、カーテンコーネにふさわしいブレーキングができたんじゃないかな。まあ結局こうデウスエクスマキナが最後は決めることなんだけどな。オーバーオールジャッジメントで最後減点したなければ私はここのミッションをコンプリートしたことになるわけだ。スタートロー、そろそろ終着の時間だ。ジャッジメントを頼むぜ。お前のジャッジメントをな。待ってね。イエーイ、でクリアしたか。これクリアしたよな。結構ギリギリもいいとこだったんじゃないかな。うん、これ、いやー、しゃー、俺が最高。さていかがだったかな今回の電車でゴート。で待ってね。さあ最終的なランクはここで審判が下される。マイランク is B ビーズパワー。安定した運転手、まあ当然だね。私のドライビングが最初から最後まで安定していた。というわけで今回の電車でゴートいかがだったかな。まあ、ネクストは京浜東北線か上の東京ラインをプレイしようと思ってる。というわけで最後のゲームは、シャーゲンベイビー。バイ。